これは MSR のガソリンストーブ、ドラゴンフライです。液体燃料が入っているボトル、ポンプ、専用のリペアキット、ウィンドスクリーン、風防です。ヒートリフレクター。これから MSR のドラゴンフライの説明をしていきます。私たちは山に登って調理をしたりお湯を沸かしたりするときにこのようなガソリンストーブを使用します。ガソリンストーブの一番大きな特徴は寒さでも火力が安定しているということです。その他には液体燃料をボトルに満タン状態で山に持っていくことができるので安心です。さまざまな液体燃料を使用することができますが、ホワイトガソリンを使うことを強くお勧めいたします。まず燃料ボトルの蓋をポンプに変えていきます。このボトルの蓋にはチャイルドロックがついているので押しながらボトルを開けていきます。ボトルを開けたら専用のポンプをボトルの中にセットして、燃料漏れをしないように蓋を閉めていきます。コックが開いていないかをチェックします。ボトルの内圧を上げるためにポンピングをします。目安は満タンで20回から30回です。硬くなったら終わります。強くここまで押し込んでロックをします。ストーブと燃料ポンプの接続が終わったら各部分で燃料漏れをしていないかを確認してください。その他にストーブの各部分が正常に動いているかの確認をしてください。次は点火準備です。本体のコックが閉まっていることを確認して燃料ポンプのコックを開けます。燃料がここまで来るのを確認したら本体のコックを開けてバーナーカップに少量の燃料が流れ込むようにします。次はプレヒートです。大きな炎が出るので注意をしてください。1分から2分で炎が鎮火します。完了したらプレヒート終了です。